今日はバナナに大学入試共通テストを解かせます。バナナに大学の受験資格はまだ認められていませんが、せっかく税金で作ったテストなので遊び倒しましょう。動作原理は前回同様、バナナに含まれるカリウム40がベータ崩壊する際の放射線をガイガーカウンターで検知します。この方式でバナナがこの世のすべての俳句を生成できることを実証済みです。プログラムは前回作成したものを少しだけ改良します。俳句はひらがなでしたが、今回は1から4までの選択肢を生成できました。バナナ式回答ジェネレータです。理論上、鉛筆を転がすよりも偏りの少ない回答を生成できます。等身の自動採点システムを使って回答します。入力は人力です。それでは試験開始。ハンデとして一切問題文を読まないこととします。そういえば選択肢が5個以上の問題もありますが、気にしないことにします。数学だとマイナス記号や数字入力が登場しますが、これも気にしないことにします。1科目終了。どんどん次に行きます。結果が出ました。バナナにはまだ早かったかもしれません。